もう家を出た？わかった。フルーツティーを用意しておくよ。一休みしてから行こう。こういうことは珍しいなと思って電話をしてみたんだ。ああ、私が君を待つということがね。私を待っているとき、いつもどんなことを考えているの？それじゃあ、今私が何を考えているか、わかる？君のことだよ。誰かが来るのを待つっていうのは、こんな気持ちなんだね。時間通りなら、もうすぐ着くかな。左に曲がって、道沿いにある二つ目の家だよ。今ドアを開けるから少しだけ待っていて。今フルーツティーを入れてくるよ。何か言った？遊園地に行った後、一度うちに戻ってこようか。これからも、いつでも来たい時に来るといいよ。そうだね。じゃあ、お茶を飲んだら行こうか。
今日は暑かったからね。二つまでだよ。どうしたの？君のためにすることで疲れたりしないよ。でも今日は少しだけ汗をかいてしまったね。着替えてくるよ。君はゆっくりしていて。今こっちに来られる？少し手伝ってほしいんだけど。私の寝室からヘアゴムを取ってきてほしいんだ。用意しておいたゴムが緩くてね。悪いけど枕元にあるはずだから見てきてもらえる？もう一つだけいいかな。君に私の髪を結ってほしいんだ。
ありがとう。自分でも不思議なんだけど、君にお願いしてみたくなったんだ。どれも綺麗に撮れているね。だけど、こんなに撮られていたなんて気がつかなかったよ。これは今日の日付だね。ありがとう。嬉しいよ。君が会いたいと思ってくれた時に会えてよかった。